今回はね、何しようかなと思ったんですけど、アイテムね、見たらわかるかなと思うんですけど、皮がね、60個ぐらいと、あとサトウキビが、まあ結構集まったので、いよいよね、エンチャントテーブル作りやっていこうかなと思います。で、エンチャントテーブル本体って何がいるんだったっけなっていう気がするんだけど、エンチャントテーブルは何がいるんでしたっけ。黒曜石がいるのか。まあなんとかなるかなっていう感じはしますね。じゃあとりあえずね、本棚作っていきたいと思います。で、本棚を作るにはまず紙だね。紙がたくさんいると。まあ一応全部紙にしようかな。で、本がいるんだけど、3×15 かな ?45 冊ぐらいいるのかな。さっきね、見たら、エンチャントテーブルに1個いるみたいなんで、もう1個。で、本棚ですね。本棚が、木材か。木材を作って、で、本棚が15個できました。で、本棚ができたので、かまどのね、横に置いていこうかなと思います。一マス開けてでいいかな。5、2、3、4、5。で、これと、これでいいんだよね。で、ここにエンチャントテーブルを置くと。一旦ね、マグマ集めてきました。洞窟潜ったんだけどね、なくて。結局、ネザー行って取ってきました。ネザー行って、マグマってなんだろうね。いらない時にはあるんだけど、欲しいなって思うとないっていうね。で、バケツで水かければいいのか。これでいいのかな。で、黒曜石ができました。黒曜石がゲットできたので、掘りすぎちゃったとこ埋めとこう。で、これで作れるのかな。ダイヤもね、地下っていうか、ブランチマイニングのとこでね、2つ必要なのかな。取ってきました。で、これで作れると。で、エンチャントテーブルができたので、真ん中に置いて、これで出来上がりと。やっとできましたね、エンチャントテーブル。おお、幸運つく。早速幸運さんの、あれが作れますね。とこうかな。あ、でもそうか、経験値が足りないのか、レベルが。ということでね、今回はエンチャントテーブルがね、できました。革とかね、紙がやっと集まってきたので、まあ紙は割と集まりやすかったんだけど、革だねがやっと集まったのでできました。まあトラップタワーないんでね、自由に効率よく上げるエンチャントつけるっていうことはできないと思うんですけど、意外とね、採掘とかしてると、こういうね、石炭とかで上がったりとか、敵が湧いてね、上がったりとかするので、そういう時にね、エンチャントできればなと思います。
ということでね、今回も短い動画になっちゃったんですけど、この動画気に入った、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。コメントとかね、リクエストの方も気軽に書いていただけると嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いします。